本番中にブチギレた芸能人アンガールズ田中、某番組にて自身の母が作ってくれた弁当を共演者が実食。弁当には冷凍食品が入っており、弁当にイチャモンをつける共演者に対して、冷凍食品ダメとか言うけどな、うちのお母さんは共働きで看護師もやって忙しかったんだよ、観光隊で忙しい中弁当作ったから冷凍食品ぐらい入るんだよとブチギレ。その後田中が弁当を食べ、母ちゃんうまいぜ最高と男前の発言をした。8年後に当時の状況を振り返り反省していたが、視聴者は田中の母を守る姿に大感激し、応援コメントが多数寄せられていた。せっかくなので仕方ないかもだけど否定って良くないのだ。がっつい始末、大番組にて MC が企画を説明している中、がっつい始末が陣内に話しかけていた。陣内は芸人のノリで頭にツッコミを入れたところ、そのことについてブチギレ、収録中に関わらず陣内をフルボッコにして帰っていった。現在は和解しているが、元ボクサーの攻撃は危険すぎると話題になった。芸人って難しいね。